起きた。どうなるどうなる。なるほどね。無敵や。こんばんは、ドコムスです。今日は町へ行こうよ動物の森実況プレイやっていこうかなと思います。このゲーム、おいでよ動物の森の後にリリースされた作品で、一部ではおい森の移植じゃねえかっていう人もいたらしいのよ。当時一説によると町森が一番こう住民たちのセリフが辛辣だと言われているらしい。え、新入りさんが来るって聞いたから迎えに来た。え、ちょっと待って、あれデータ消えてない。ごめん、話入ってこないわ。君自身はどうなの、今動揺してる俺。ちょっと本体を変えよう。もしかしたらこの本体じゃないのかもしれない。すいません、冒頭から非常にバタバタしております。本日お、ゴメスいたっけ。うち頼む、このカセットで会ってくれ。カセットって言い方おじいちゃんだったな今。あー、Wii でやってた。よかった。ところで、君はドコムスです。あ、初めておっしゃった。違う、初めてじゃない。違う、今日初めての感じの顔してるけど、今日違う。あ、やべ、あ、戻ってる。まずい、戻ってる。やっぱり何よ。マジでさ、この Wii の Wii コントローラーめっちゃむずいんだよ操作。これが俺。メールハッピールーム。え、こんなにやってなかったのにハッピールームからしかメール来てないんだけど、どんだけ人望ないの。お前がいない間にアンチョビとセルバンテスが大喧嘩してな。おいら一人じゃ止められないから見て見ぬふりしちゃったんだゴメス。お前止めろよ。草生やすな。あ、久しぶりじゃん、マモル。お、ドコムス。すっげえ久しぶりじゃん、グワ。お前ちょっと老けた。11ヶ月前よりもなんか大人っぽくなってるぞ。ちくしょう。オイラに秘密で特訓しやがったな。お、久しぶり。あたい、自分家の鍵なくしちゃったよ。さっきまでポッケに入ってたのに、どうして。うーん、お家に入れないって思うと余計にお腹減ってきた、マジで。探せってこと。探せ、この世のすべてをそこに置いてきた。だね。嬉しそう。このゲームでも俺は UFO を探すべきなんじゃないかと思ってまして、まあ、最終的には UFO を目指していきたいなと思ってるんですけども、まあ、そのためにいろいろお金を稼いだり発展させたりしていきたいなっていう配信ですね今日は。とりあえず街行ってみようか。この機能欲しいな。よお兄ちゃん、これからデートか。この顔見たか。今からデートだと思うか。オラの見たとこおめえの相手はぽっちゃりめの美人かな。こいつぶち転がそうかな。違うか。そのどっちにも失礼だよ、俺にもぽっちゃりめの美人にも。どう見たっておめえの顔はスレンダーなモデルさんが好きって感じではねえしな。ぶち転がすぞ。よかったな、オラと好みが違ってて。こいつマジで。こん時ひどいね。でもゲームだからこれぐらいのトゲ嫌いじゃないよ俺は。あ、雰囲気で任せときな。かわいいなっていうか年を。あー、高かったな。500ベルか。赤くなっちゃった靴が。いらっしゃいませ。お、バスローブ売ってる。おいくらですか？たっけー。たっけー。欲しい。一回ね。うわ、さっき靴磨かなきゃよかったよ。ちょ、これとこれ欲しい。これいくら？これ。あ、かぶれるやん。
かぶってみたい。え？かぶると顔がダメなんだ。じゃあ脱ぎます。こっち試着しようか。じゃあ寿司三昧やんけん。どこがバスローブやね。丈短すぎやろ、バスローブとしては。よかった買わなくて、失敗するとこだった。噴水を町に作るんだ。それじゃあ今日の目標それにしよっかな。50万ビルいるらしい。無理や、このゲームインターネットに繋がらんのです。もう、お兄ちゃん、町でいい匂いつけてきたな。もし村で待ってる人がいるならそのまま帰ると大喧嘩間違いなしだぞ。怪しい店行ったと思われてる。顔で判断すなよ。こういう時にはきつい男の匂いがいいんだべ。オラみたいなな、村着くまでにこのバスでオラの匂い十分につけときな。何そのイケメンのセリフみたいな。このミー何回見ても好きだわ。また寝て起きる時かな。労働終わりおじさんなんよ。その顔で蜂に刺されたらどうなるのかな。お、気になる、やってみよう。なんで2回揺らしてるん。念のため。おきた、どうなるどうなる。無敵や。何も起きないんや。勉強になったわ。ちょっと一回博物館の方向かおう。探せよ自分でも。さすがに村中探したのにちっとも出てこないの。あたいの鍵となるとあとは川に落っこしとしちゃったとか。あ、これ釣りするパターンや。ほら、ウェイ、めっちゃ家の前で落としてる。めっちゃ家の前っていうか今気づいたけど、これ家のドアガチャって下げた状態になって、これ開いてる、このドア。あの状態で閉まってるドアあんまりない。あー、これこれ、あたいんちの鍵、ここんとこにソースのシミがついてるし。何でできとんねんその鍵、珍しいな。ありがとうドコモスくん、あんたってばほんと最高。おい、でけえ。600ベル払うんだったら鍵屋さん呼んだ方が安かったんじゃないの。とりあえず役場に行きたい俺は。これか。あ、てかペリオとかも出んのかな。そういえば村長まだ生きてる。村長死んでねえよ。生前じゃねえよ。積み立て金かな。スマップ木村ではより良い村づくりのための積み立て金を集めています。豊かなスマップ木村にするためにもぜひご協力ください。あ、これを寄付していくと噴水ができるってことで50万ベルってこと。無理じゃね。どうやってやんの。強制じゃないのが怖いわ。じゃあ噴水の前にもいろいろなんかできたりするんだろうね。じゃあやっぱお金稼ごう。お、まあまあいいじゃん。マジでちょっとあれだね、50万ベル遠すぎてやばいねこれ。じゃあ大丈夫かな。どうやって俺50万ベル稼ぐんだこれ。こんな地道な作業でいける？ポケットも小さいし不安になってきた。はい、俺の石の壁よ。石の壁？同じやないかい。同じ壁やないかい。